ある少女が海の見えるレストランにやってきました。少女はそこでウミガメのスープを注文しました。ウミガメのスープください。うちにはウミガメのスープはありません。え、あの、買ってきます。少女はそれが本物のウミガメのスープであることを確認し、追加でエビフライ定食と食後にデザートを食べて店を出た。満腹になった少女は空を眺めながらつぶやいた。やっぱりあれはウミガメのスープじゃなかったんだ。そして少女がその店に再び姿を現すことは二度となかった。私たちはとあるリゾートビーチに向かうために飛行機に乗っていました。海外旅行なんて初めて。楽しみだね、お姉ちゃん。そうだね、それもこれもイタコさんのおかげだね。きっと日頃の行いのおかげですわ。商店街の福引きでイタコさんが大当たりを2回連続で引いたので、私たち姉妹も連れて行ってもらえることになったのでした。え、大当たり2個入れてないよね。ところで、なんでズンダモンはケージに入れられてるの？僕も椅子に座って窓から景色が見たいのだ。葵さん、パンフレットは渡しましたよね？うん、これのことでしょ？そうです。そこの下の方に、ペットと同伴の際は必ずケージに入れて持ち運びくださいって書いてあるんですよ。そうなんだ。だからですよ。だからですよ。まあ、ズンコさんがそう言うなら。どうしたんですか？エンジントラブルです。何かがエンジンに入ったようです。バードストライクか。高度4万フィートだぞ。ありえない。そんな、一体何が？この飛行機、かっこいいけど何かが足りない気がする。あ、そうだわ。わあ、すごくかっこよくなった。やっぱりズンダモチは全てを救うんだわ。全てを救うんだわ。ダメだ、操縦が効かない。皆さん、飛機は緊急着陸します。あ、安全姿勢を。ん？ここはどこですの？あ、ズンちゃん、キリちゃん、ズンダモンちゃん、ツルムキさん、皆さん、大丈夫ですの？イタコ姉様、ここは？わかりません。とりあえず、近くに人がいないか探しに行きましょう。多分人は住んでないかも。あ、アカネさん、ご無事で何よりです。あの、人が住んでないっていうのは？降りてくるとき見てたけど、この島はかなり小さかったし、周りには何もなかったよ。そんな、じゃあ私たちは無人島に漂着したってことですの？こうして私たちと一匹の無人島生活が始まりました。まずは食べ物と水が必要ということになったので、二手に分かれて探しに行くことになりました。わーいなのだ。ピクニックみたいで楽しいのだ。待って、ズンダモン、一人で行ったら危ないよ。まったく。まあでも楽しむくらいの気持ちは必要かもね。ね、ツルムキさん。あ、二人ともこっちに来るのだ。すごいものを見つけたのだ。何もありませんね。そうだね。あの、好きな食べ物って？エビフライ。へえ、そうなんですか。見つかるといいですね、エビフライ。あ、え、どうしたんですか？気のせいだった。そうですか。イタコ姉様、お腹空きましたね。そうですわね。ただいま。お帰りなさい。何かありましたか？残念ですけど、食べられそうな木の実とかは一つもなかったです。そうですか。でも、小さいけど池がありました。僕が見つけたのだ。それは良かったですわ。すぐに汲んできてみんなで飲むのだ。生水だから沸騰させてから飲まないとお腹壊しちゃうよ。え、見つけた時めちゃくちゃ飲んじゃったのだ。これで飲み水は大丈夫ですわね。一安心ですわ。ただいま。あ、お帰りなさい。あれ、なんか距離ありませんか？気のせいですよ、イタコ姉様。いやでも出発前よりなんか。それ以上いけない。あ、はいですの。それでどうでしたか？何かありましたか？水はなかったけど、食べ物はあったよ。本当ですか？一応捕まえてきたけど見る。ぜひ見せてください。はい。あの、それは？食べ物。いや、それはセミでは。タンパク質。初日には水が見つかりました。
ちゃん。ありがとう、葵。こっちも少し取れたよ。ただいま。取ってきたよ、いたこさん。おかえりなさい。お二人ともありがとうございます。それじゃあ、つるむきさん、火をお願いできますか？おいしいですね、いたこ姉様。そうですわね。でも、少ないですね。そうですわね。食べ物を取るのは、想像以上に大変でした。いい感じにできたのだ。素手で木を切るなんてムキムキさんはすごいのだ。じゃあちょっと試しに浮かべてみようか。ちゃんと浮かぶのだ。二人とも一緒に乗ってみるのだ。この日は沖に出れないか試すためにイカダを作りました。本当だ、結構しっかりしてるね。このイカダに乗ってみんなで脱出するのだ。みんなが乗るには少し小さいから、これからもっと大きなイカダを作らなくちゃね。のだ。ダメなのだ。僕たちみんなこのままサメに食べられちゃうのだ。諦めちゃダメだよ。きっと助かる方法があるよ。でも食べ物も水もないし、このまま流されたらきっと私たち。え？つるむきさん、何してるの？あ、あれ？なんか飛んできてませんか？お姉ちゃん、私、なんで。あ、つるむきさんは。この日、私たちは、自分たちが置かれた境遇の過酷さを、改めて認識させられました。葵、イタコさんとキリタンが貝取ってきてくれたよ。食べな。いらない。おとといから何も食べてないでしょ。鶴向さん、最後笑ってたんでしょ。うん。それは葵に笑ってほしいからだよ。え？鶴向さんがいつも笑ってるのはね、楽しいからじゃなくて、みんなに笑顔になってほしいからなんだよ。笑いかけられると安心するし、とっても幸せな気持ちになるでしょ。鶴向さんはね、葵、人に幸せになってもらいたいから、いつも笑ってるんだよ。私に、笑ってほしくて。心配しなくても鶴向さんならきっと大丈夫だよ。だってあんなにムキムキなんだから。そう、だよね。素手で木を切れる人が、そう簡単に死ぬわけないよね。そうだよ。ほら、暑いから気をつけて食べな。うん、ありがとうお姉ちゃん。あ、ごめん、食べないと思って食べちゃったのだ。表出ろ。葵は、時に図太さも必要だということを覚えました。で、出てるのだ。食べ物がほとんど取れないので、私たちは徐々に衰弱していきました。お姉ちゃん、起きてよお姉ちゃん。葵、なんで頭からエビフライぶら下げてるん？それは幻覚だよお姉ちゃん。起きてよお姉ちゃん。一緒に帰ろうって約束したじゃん。葵さん、ちょっといいですか？どうしたのキリタン。葵さん、アカネさんがここに来てから食事をしてるところ見たことありますか？え？そういえば見てないかも。アカネさん、うちはもう食べたからって言ってずっとみんなに食べ物を譲ってたんですよ。なんで教えてくれなかったの？それは、葵さんには絶対に言うなって。釘刺されちゃいまして。お腹、空きましたわね。のだ。のだ。ずんこ、どこに行くのだ？そっちには森しかないのだ。ずんこ、聞いてるのだ。起きてお姉ちゃん。うん？ほら、スープだ
いお姉ちゃん。スープ？何のスープ？枝豆のスープだよ。枝豆なんてどこにあったの？それは偶然島に生えているのをね、ずんこさんが見つけたの。そうなんだ。でもうち枝豆のスープ青臭いから嫌い。こんな時に何言ってるのお姉ちゃん。何でもいいから食べなきゃ。マジ無理。赤部さん、それは偶然浜で見つけた緑色のウミガメで作ったスープですよ。全然枝豆じゃありません。じゃあ飲む。ええ。スープを飲んだ私たちは少しですが体力を取り戻しました。ふう、今日も全然取れないや。ん？何か聞こえる。こうして10日間にも及ぶ私たちの無人島生活は幕を閉じました。後日私はあの時飲んだウミガメのスープの味を確かめるために海が見えるレストランに行きました。そこで出されたスープはあの時飲んだスープとは色も香りも味もまるで違うものでした。やっぱりあれはウミガメのスープじゃなかったんだ。意外なことに私の口をついて出たその言葉に私自身驚きませんでした。きっと私は分かっていたのです。緑色のウミガメがいたなんて嘘だということも、枝豆が生えている場所を誰も教えてくれなかった理由も、食事中に見えたみんなの引きつった笑顔の意味も、そのすべてがあれはウミガメのスープではなかったということを如実に物語っていました。あの、これは茜さんが書いたんですか？はい。そうなんですね。とってもよくできてると思います。それであの、この宿題って何でしたっけ？読書感想文です。先生にはどう見てもこれは読書感想文には見えないんですけど。茜さん、せっかく書いてもらって悪いのですが、やり直してきてもらっても。ああ、そんな顔しないで。茜さん、頑張って書いてきてくれたんだもんね。今回はこれで大丈夫だよ。それであの、これって茜さんが考えたお話なんですか？そうです。そうなんですか。先生本当のお話かと思ってちょっとドキドキしちゃいました。次からはちゃんと本の感想を書いてきてくださいね。はい、失礼しました。はい。あれ、なんでこんなところにこんなものが。まだ。あれ、みんなどこなのだ。ずんこ、キリタン、野田。